エルイエロ島の旗エルイエロ島は、大西洋上アフリカ沖のカナリア諸島の南西端の島である。別名、守護船の島。面積は278平方キロメートル。最高所の標高は1501メートル。スペインカナリア諸島州に属し、人口は1162人。主な町は、北東岸にあるバルベルデである。ゲラルドスメルカトルによる1595年の、 アフリカの地図、フィエロは本書四五線上にない。エルイエロという名前は、鉄という言葉に対するスペイン語のように綴られるが、実際には、それとは関係ない。金属の名称の方の H は、ラテン語のフェレムに由来する。島の名前の方の H は、中世スペイン語の聖書法に由来する。当時は、I と J の文字の区別がまだされておらず、I を、死因の、ではなく、 ハンボインと解釈する場合に、後藤の家の前に、木字の H をつけることになっていた。しかし、スペイン語で鉄を意味する単語と同じ綴りであることが、他の言語での名前をつける際に影響した。16世紀初頭の地図や書物では、この島は、鉄を意味する単語の名前で呼ばれている。例えば、ポルトガル語では、フェット、フランス語では、エル、イールでファー、ラテン語では、 インスラフェアリーなどである。元の名前であるエロ、またはエロもしくはジェロの由来は分かっていない。スペインによる征服前の住民であるグアンチェ族が話していた、グアンチェ語の単語であろうと考えられている。ジュアン・デー・エーブルー・ゴリンドの著書、カナリア諸島の発見と征服の歴史では、島の名前は現地語でエセロで強いの意味であるとしている。しかし、 リチャード・メジャーは、レ・コネディアの彼の翻訳の注釈で、水槽、貯水池を意味するヒーロー、またはヘロというグアンチェ語の単語が、民間語源により容易にゼロになりうることに気づいたと、記している。グアンチェ族は雨水を貯めるのに貯水池を気づいていたと、考えられている。グランディックス・ヨナーヨ・グアンチェでは、グアンチェ語のヒーローはスペイン語で、フエンテの意味であるとしている。 ビアヘン・デラ・キャラダ・ド・チャペル・グアンチェ族と呼ばれる先住民族はフランスの探検家ジャン・ド・ベタンクールの支配下に置かれたがそれは軍事行動ではなく交渉によるものであったベタイクールはエル・イエロ等の当首の兄弟であるアウゲロンを同盟者交渉者としていたアウゲロンはヨーロッパ人によって数年前に捕らえられヨーロッパ人とグアンチェ族の間の調停者として連れて来られていた ベタイクールは、島に対する支配と引き換えに、島民の自由を尊重すると約束したが、結局彼は、約束を破り、多くのグアンチエ族を奴隷として撃った。その後、多くのフランス人とガリシア人が島に移住した。島知事、ラスロービスコヨーノによる過劣な処置に対する、先住民族による反乱があったが、それは鎮圧された。サテライトイメージオブエル・ジェロ2000年。 エルイエロ島の60%の土地が自然と文化の多様性を保護するためのユネスコの生物圏保護区に指定されたカナリア諸島の他の島と同様にエルイエロ島は鋭い山や火山の島である。記録された火山の噴火は1回だけで1793年にボルカンでロモネグロが噴火している。噴火は1ヶ月間続いたエルイエロ島は 面積278.5平方キロメートルの島である。約120万年前に3つの連続した噴火によって形成され、三角形の玄武岩の岩脈を高さ2000メートル以上の火山塩水球が覆う形で海上に出ている。カナリア諸島の中でも多い数の火山の継続的な活動により、およそ70のホラー穴が形成された。その中には、 合わせて6キロメートル以上の長さを持つクエイバデダン、フストもある。地滑りにより、島の高さと大きさは小さくなっている。島の最高地点は、島の中央にある、マルパソで1 5 0 1ルある。ミラドーデラペーニャ、エルジェ0他のカナリア諸島の島と同様、エルイエロ島は観光地になっている。エルエロ飛行場やフェリーターミナルが整備されており、どちらもテネリフェ島から、 アクセスできる。エル・イエロ島のムニシピオ、エル・イエロ島はサンタクルスでテネギフェ県に属する。島内には以下の3つのムニシピオがある。バルベルデは島の北東岸、フロンテラは北西岸にあり、エルピナールは南岸にある。島の役所はバルベルデにあり、島の人口の約半分が住んでいる。詳細はフェロシゴ戦を参照上シレジアの地図の一部、ラテン語で、 ロンジェトゥーデンズ・ニューマー・トアプリモメリジアのパーインス、フェアリーと書かれている。エル・イエル島は、ヨーロッパの歴史上、共通の本書四後線が設定された島として知られている。すでに2世紀には、プトレマイオスが、当時知られていた世界の西の端に基づいて、本書四後線を設定することを検討し、地図に、生の値のみの経度を記述している。1634年、ルイ13世と、 最初、リシュリューが統治するフランスは、フェロシマを通るフェロシゴ線を地図の基準シ後線とすることを決定した。これは、フェロシマが旧世界の西の端と考えられていたためである。アゾレス諸島は、フェロシマよりも西にあるが、アゾレス諸島をヨーロッパ人が発見したのは1427年のことであり、旧世界の一部という認識はなかった。パリを通るパリシ後船の20度とするため、 フェロ島の正確な位置は考慮されなかった。西洋の古い地図では、図幅の上に、パリケードが、図幅の下に、フェロケードが書かれていた。アセンブリーオブザファーストオブファイブウィンドーターバインズウィズ2.5メガワットイーチ。電力は主に風力発電によって賄われている。ウンベルトエイコの小説、前日島で、エルイエル島に触れている。この小説は、国際日付変更線上の島に漂着した。 イタリア人青年の話である、ありがとうございます。